ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団は、イギリス・ロンドンを拠点とするイングランドを代表するオーケストラの一つ。海外公演より、イギリス国内で幅広く演奏旅行に取り組み、イギリスの国民的オーケストラと呼ばれることもある。学院数75。1919年にロイヤルフィルハーモニック協会が設立したロイヤルフィルハーモニー管弦楽団というオーケストラがあった。 ただし、同学団は1931年には活動を停止し、翌1932年にビーチャムが組織したロンドンフィルハーモニー還元楽団の母体となっている。ビーチャムはロンドンフィル結成に際し、ロイヤルフィルの称号の継承を望んだが、ロイヤルフィルハーモニック協会はこれを認めなかった。従って、現行のロイヤルフィルハーモニー還元楽団とは全く、 別の団体である。現行団体と区別するため、1919年設立のロイヤルフィルは CD 等では旧ロイヤルフィルと表記される場合もある。旧ロイヤルフィルが1931年に活動を停止して15年後の1946年にトーマス・ビーチャムによって新ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団が創設され、今日に至っている。 楽団は1963年に株式会社と合併して自治団体となった。ロイヤルの称号はビーチャム個人がロイヤルフィルハーモニック協会から使用許可を得て付けられ、1966年に女王エリザベス二世から正式に許可された。エリザベス皇太后が生前にパトロンとなっていて、ロンドン公共楽団と並び女王陛下のオーケストラということでも知られている。 1946年9月15日にクロイドンで最初の演奏会を行った。1950年に行ったアメリカ合衆国ツアーがイギリスのオーケストラとして2度目の渡米であった。クラシックだけでなく映画音楽やフックトーンクラシックシリーズロックの編曲でも広く知られる。1987年に設立された。 RPO ポップスは RPO を母体としており、ホームクラシックや軽音楽の演奏を専門としている。ありがとうございます。